君はもし日本に帰ったとしたら本当は何がしたいの？質問してくるんですよね。でもそれに私自身答えることができなくて、大きな目標を目指してやってると協力せざるを得ないというか、相手の力が必要なんですよね。大好きなことをやって幸せに生きている人たちをゲストにお迎えしてインタビューするライフワークサロン、ナビゲーターの小林まどかです。この番組では毎回大好きなことをやって幸せに生きている人たちをゲストにお迎えして、ライフワークに関するインタビューをお届けしています。ゲストの方がどうやってライフワークを見つけたのか、そしてライフワークを生きる過程でどんなことがあったのかについて詳しく伺っていきます。それでは早速ゲストの方をお迎えしたいと思います。今回のゲストは競争コーチ養成スクールファウンダーの稲垣智人さん、稲垣陽子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、普段のお二人が呼ばれているニックネームのジョニーさん、陽子さんで呼ばせていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まずこのお二人の主催されている競争コーチ養成スクールなんですが、この競争コーチの競争は共に作ると書いて競争なんですが、どういうコーチングなんでしょうか？はい、コーチングっていうと1対1でコーチングやると思うんですけども、当社も、競争コーチングは1対1で行うんですけども、特にその相手の関係性ですね、これを見ながら行っていくコーチングになります。なので1対1もありますし、私たち集団に対して、対集団に対してもコーチングができるのが実は競争コーチングなんですね。そういったコーチングですね。集団っていうのは具体的にどういう集団に対してっていう感じですか？やっぱり例えば働いている方だと組織、自分の組織ですよね、学校だと、はい、学級集団とか、実は一人の力が上がるので、1対1よりも集団を上げた方が実は上がりやすいっていうのは、エビデンスでこんなところから出ているので、ここも見ながらやっていくのが競争コーチングの真髄の部分ですね。なので1対1の関わりももちろんできるようになるんですけども、それだけではなく1対1の関わりを通して1対その集団チームとかも変えていけるような、そういうコーチングができるようになるっていうのがこの競争コーチングですね。本当に自分の好きなことを形としてこれだっていうふうに決めていくまでっていろいろな過程があったと思うんですが、どうやってその大好きなことっていうのは見つけられてこられたんですか？そうです、僕はコーチングに出会ったのが中学校の教員をしてた時なんですね。当時すごく教育を一生懸命やりたいんだけど、ちょっと行き詰まってたみたいなところがあって、である時本に出会ったんですね。その伊藤守さんという方が書いているこの気持ち伝えたいという CD サイズの本が流行ったことがあって、それを見た時にコミュニケーションはキャッチボールって書いてあったんですね。でそれを見て、自分コミュニケーションがちょっと課題かなって思って、その伊藤守さんが主催するそのコミュニケーションのセミナーに出てたんですね。でそこでわあすごいと思って、なんかすごく教育っていう と、僕教育大好きで、子供大好きで教師やってたんですけど、なんか学校に行くとなんか子供が嫌いになるっていうか、なんかこう違和感があるっていうか、これ本当にやりたい教育かなってずっと思ってたんですね。その違和感とか、なんでなんですか？その嫌いになってってなってしまうようなって思って、本当それは当時は謎だったんですけど、今思うとやっぱり僕って一人一人の輝いた状態を見たいと思ってたんですね。でも学校ってカリキュラム決まってるから、発達もやっぱり子どもたちと違うわけですよ。その段階で一緒のことを一緒のようにこう詰め込むような感じがしていて、その時の自分ではうまくできなかったっていうのがあったんですね。ちなみにジョニーさん、中学校の先生ってどのぐらいされてたんですか？中学校は、8年ですね。それでその、その前は小学校されてたんですか？その後に小学校に5年行きます。じゃあそこで改めてそのセミナーに参加することで、
あ、自分はやっぱりコミュニケーション、そこを大事にしていきたいんだっていうことを改めて発見されたわけですか。そうですね、なんかこう決まりきった絵に描いたこうはめるものがあって、そこに子どもたちをこう無理やりはめていたんだけど、そうじゃなくて、うん、子どもたちの関わりによって、子どもたち自らがなんかやりたいなとか、やってみたいなとか、モチベーションが上がるような、そういったのが人との人の関わりで生まれるんだなっていうのがそこで学んだんですね。でその時に実はその主催する伊藤守さんが1年間ぐらい守り続けて、その学校に、いや稲垣、これアメリカから今度コーチングっていうのを導入するからお前も来いって言ってくれて、でちょうど97年にコーチングがアメリカから導入する一番最初に出会ったんですね。はい。でそれを見て、あ、まさに僕がこれ求めたものだっていうのから、もうライフワークが一気に変わっていった感じだ。じゃあ、陽子さんはどうだったんですか。はい、私も時期は同じぐらいだったんですけれども、当時私は中国の上海で働いてたんですよね。はい、っていうとなんかかっこよく聞こえるかもしれませんけど、そんなことはなく、なんかこう迷いの中にいたっていう、そういう20代後半だったんですね。お仕事は何されてたんですか。仕事はですね、ある外資系のコンサルティング会社で働いていました。はいはい。でその中で、まあ、たまたまそのアメリカでコーチングを学んだ人が上海に遊びに来て、コーチをしてもらったんですよね。結構私生意気なお姉さんだったので、え、何コーチングみたいな感じだったんですけれども、じゃあコーチしてあげるよって言われて、まあ、その場でコーチされたんですけど、それがすっごい良かったんですよ。で何したかっていうと、なんかそれ特別なことをしたんじゃなくて、え、君はもし日本に帰ったとしたら本当は何がしたいのとか、ただこう質問してくるんですよね。うん、でもそれに私自身答えることができなくて、うん、あでも今質問されたようなことが答えることができたら、いや私の人生もっと面白くなるだろうなって思って、なんかそういうことができるこのコーチっていう仕事は、いやめっちゃ面白いなって思ったのが最初のきっかけですね。ちなみにその上海にいらした時って、陽子さんはジョニーさんとはお会いするまだ前っていうことですか。あ、もう全然全然会ってないですね。はい。じゃあ全く違うその個々人として生きていた人生で、それぞれのタイミングでコーチングっていうものに触れ合っていたわけですよね。はい、そうですね。そういうことになりますね。はい。これ面白い。じゃあでもその中学校の先生をね、それでもジョニーさんだって簡単に辞めて、はい、その自分はこっちの方でもう独立してやっていくんだっていう思いって、でもなかなか簡単ではいかないと思うんですけれど、どういう感じの流れでそちらの方に進んでいったんですか。はい、一番は、僕はまあコーチング学んでいたところにスタッフとして陽子さんが入ってそうなんですよ。したんですよね。はい、受験生とスタッフっていう関係だったんですね。はい、それで結構やりました。なぜかってこうしまして、まあ、三重県に来てくれたんですね、彼女。で三重県で僕は教員を、まあ、当時小学校の先生だったんですけど、小学校の先生になって、まあ陽子さん来てくれたんですけど、やることなくてちょっと失礼ですけど、2000年の最初頃ってあまりコーチングもこれから有名になるところだったんで、そんななかったんですけど、で陽子さんは、まあ、やることないんでコーチもやろうかみたいなところから、エグゼクティブコーチっていうことで、まあ、当時先駆けだったんですけど、まあ、ホームページを作ってやっていくことになったんですよね。でそれ見てて、で相談も受けるわけですよ。で僕も教育的な視点から見ると結構いろいろアドバイス入れて、これ僕でもできるんじゃないかなと当時は思って、でだんだんやりたくなって、で準備をして、まあ、やろうと、独立しようというところに行き着くんですけどね。その決断した、その決断してこれだってもう決めた時ってどのぐらいの時間かかりましたか。2002年に決めたんですけど、1回ただで2年後2004年に独立しようと思ったんですけど、1回失敗して、で失敗をしちゃったんです。で2006年かな、だから4年かかりましたね。で失敗したのはね、僕やっぱ公務員なんで、公務員から辞めるっていう時に
まあ、親に最終的には話さなきゃいけないかなと思って、あの2004年の時に一回辞める時にちょっと相談というか行ったんですよ、あの親に、で僕が辞めたいんでって言ったら、で親2人で陽子も横にいて、で3人で話して、で陽子もじゃあ一緒に独立しようみたいな感じで話が、まあ、決まってたんですけど、でその場合になって親もガンガン言ってくるんですよ、お前はできないとか、陽子さんだからこれはうまくいってるんだとか、お前は商売されないボロッカス言われて、で最初に陽子に聞いたんですよ、でも陽子一緒にやるって言ってくれたよなって言ったら、いや私も実はみたいな感じではい、もう完全なる四面楚歌状態でしたね。なので一回だからちょっとやめたんです、まあ、その後教育委員会の話も来たんで、まあ、教育委員会に行ってやったんですけど、でもその2年間結構いろいろ考えて、いや自分って独立したかったんじゃないかと、でも独立するのかそれともコーチがやりたかったのかなんだろうって考えてた時に、あそうかって、自分は自分の才能をとにかく全部発揮してなんか人生を生きたいんだってことを気づいたんですね、うん、特にやっぱり自分の才能もそうだし人の才能をこう開花させるのを見るのをすごく好きだったんで、それで学校現場でも別にできたんですね、学校現場でもできるし独立してもどっちもできた、でも最終的にじゃあ本当に自分どっちやりたいって思った時に、やっぱり独立をして自分のやりたい教育やりたいと思って、まあなんかその中で腹が決まった感じですか ね。それが最終的に4年かかってもうこれだっていうふうに決められたわけですか、ね、はい、で最終的に2006年もまた親の前に行くんですよ、でこの子を連れてかず、僕だけで行って、で親前にして、じゃあもう僕はもう独立しますって、また同じようにブワーって言われたんですけど、でもその時は結構腹が据わっていて、分かりましたと、それだけ言うけど僕は僕の人生を生きますって言って、なんか言い切って、でこれからも変わりませんのでまたよろしくお願いしますって、もうバシッと言い切って、なんか本当に決めた感がありますね、その時は、うん、でもその時は確かに最初の時にバンと言われた時はいろいろ多分ショックなこともきっとあったと思うんですけれど、うん、なんかその自分の決意みたいなものが、うん、改めてその親御さんのそういう、まあ、ある意味強い言い方で、うん、ブレてない自分っていうのもなんか再確認できたんじゃないですか。そうですね、本当に、はい、だから2年前の時は決めてなかったんだよね、正直、はい、なんかやれたらいいなみたいなところで、ある意味親はそれをこうキャッチして全力で反対してくれたっていう、まあ、ありがたいと思う。ハードルみたいな感じになってくれた感じですね、うん、僕のエネルギーの。へー、でもその後独立してからっていうのはどういう感じの道のりで来られたんですか。そうですね、だからまあ決めてたこともあって非常に、うん、まあ、順調にまあ、行ったんですけど、そうですね、ジョニーさんはなので学校教育現場で、まあ、講演をしたり研修をしたりというのをやってきましたし、じゃあむしろその教師としてじゃなくコーチングとしての立場で同じその学校に行くっていうのでも、そういう関わり方で今度は子どもたちとつながれたりしたんですか。そうです。ただ最初は僕は講演とか学校から依頼来たんですけど断ってたんです、実はやりたくない。なんでかっていうと、なんか自分としては学校から逃げてきたもんって思われてるんじゃないかなと思って、で断ってたんだけど、どうしてもこう断れない案件があって、受けてやってみたらやっぱ面白くてすごく、でやっぱり僕は結局は教育の本質を極めるためにコーチングやったんだ、その時受け取った感じだから、コーチングだろうが学校教育だろうが何だろうが、やっぱり人の才能のその広げるその本質をやっていこうって思って、全部一緒じゃないかって思って、なんか受け取るようになってから全国からブワーって講演が来て、年間100本ぐらいやってます。年間100本。はい、じゃあやっぱりそこって自分がなんか自信がないとか、自分はやっぱり逃げてきたからそっちには行くべきじゃないっていうような、そういうこうブレーキっていうのはかなり、じゃあ相当のものをせき止めてたっていうことですよね。そうですね、なんか見回ってた感じがあります、全力で、うん。実際に今主催されているコーチングスクールというのは、はい、どういう感じでこう発展してこられているんですか。はい、一番のきっかけは実はライフワークスクールの、ね、はい、ナビゲーターを2008年に
スタートさせてもらったのは大きかったかなって思っていますね、はい、で夫婦2人で2008年から、まあ、300名ぐらい来てくれてライフハックスクール、ライフハックスクールね、はい、それをずっとやらせてもらったのは僕らの原型になっています、はい、今の開いてスクールね、はい、それまではなので彼は学校現場、私は、どちらかというとエグゼクティブとかリーダーのコーチっていうようななんとなくこう住み分けをされてたんですよね。お互いの専門分野みたいな、そう、ね、別々でやることが、はい、もちろんこう2人で研修をしたりとか講演することもあるんですけど、そうするとなんか相手の、ね、ダメなところがもう目についてしょうがないわけですよ。そう、私の分野に来たんだからもっとこういうふうにやってねとか、ああいうふうにやってねって、なんかこうダメなところを何か変えようとしてるっていう感じがあったんですけれども、でもこのライフワークスクールを通してダメも良くもなく、なんか誰か一人の力で頑張るんじゃなく本当に二人の力を掛け合わせていくことでもっとうまくいくっていう感覚がすごくこうなんか体の中に染みついてきて、そこからですよね、うん、そうですね、はい、そこからまあ自分たちのそろそろそのコンテンツをコーチングを、うん、まあ、やろうっていう話になって、まあ、この教室、うん、まあ、行き着いたところですね。まさにだからお二人でも競争ですもんね、共に作ってっていうのが そこからなんかスタートっていう感じですよね。最初はだからこう競う競争で、ね、競い合って今やってたんですけど、はい、なんですけれどもそんなんやってる場合じゃないみたいな感じが、でもどうしてもそのもともと競い合ってたところが、そのね、ライフワークのナビゲーターで やっぱり自分たちは共にって思ったとしても、ムクムクと過去のその競争、やっぱりそこ自分のプロのテリトリーでやってるところはっていうと、なんかそのせめぎ合いってなかったですか？今何ありますけどね、あの細かいところとは。そうですよね、うん、ただあのやっぱり大きな目標を目指してやってると協力せざるを得ないというか、やっぱり相手の力が必要なんですよね、うん、自分にはできないところもいっぱいあるし、そういう掛け算をやっていかないとできないなっていうか、うん、そうですね、で実際にやっぱ私たちのところにこう学びに来てくれてる人は本当にそう頑張ってる人たちなんですよね。自分一人でも一生懸命頑張ってきた、でも一人ではどうもうまくいかなくって、周りの全体の力をやっぱり必要としている、でもその時にどうやったらもっといろんな人の力が使えるだろうかっていう、まあ、その現場で悩んでいるっていう、なんかその人たちの姿からもすごく学ばせてもらいましたし、やっぱそこで使えるスキルっていうので体系的にまとめてきたかなっていうのはありますね。クライアントさんたちってどういう方たちが多いっていう傾向ってあるんですか？お二人のところに来られる方たちは。はい、もうね、本当いろいろなんですよね。もちろんこういわゆる外資系とかでこうパリッとなんかスーツを着こなしてそうな社長さんから、もう町役場でもうね、こう従業員と一緒になって汗かいてるような社長さんもいますし、あとはやはり教育、医療、福祉、結構業界様々で、教育現場とかだと、まあ、校長先生も来ますし、本当に新米教師も来ますし、教育委員会とかでいわゆるこう指導課長とかをやっているような、なんかそういう本当にこうなんだろう、現場でね、そうですね、はい、現場でやっぱりリーダーシップを取らなきゃって思っていると、うん、そしてまあなんとか目の前の人たちをうまく生かさなきゃって思った人たち、本当もさまざまな職種の方が来ていただいていますね。いや、でもそういう話聞くとすごいなって思うのは、いくら自分たちが本当にその人をコーチングする喜びとか幸せ、うん、でまた共に作る競争っていうことをキーワードにって思っていても、そこでそこを求めるそのクライアントさんがいなければ成立しないじゃないですか、うんうん、はい、で今のお二人のお話聞いてるとすごくそれがこうスムーズに広まっているような印象なんですけれど、最初からそういうクライアントさんってたくさん来られたんですか？そうですね、順調に。それは順調だったんですね。そうですね、でもやっぱりこうご縁に逆らわずに来たらっていうのは正直あるんですけれども、はい、なんかどういうふうにその自分たちの好きなことっていくらあっても
知ってもらうまでに時間がかかったり、またいくらいいものでもなかなかそれを宣伝する力が足りなければそれまでで終わってしまったりっていう人もたくさんいると思うんですよね。で、多分この番組を見てる方もこれからライフワークどうやって生きていこうっていう方もたくさん見ていらっしゃると思うので、そのいろんな方がもちろんいる中でお二人は本当にそこがスムーズに来てる方たちだと思うので、何かそういう秘訣みたいなのがあればぜひ伺ってみたいんですけれど、そのご縁に逆らわないっていうのも今お話しされていたのも一つなのかなって思うんですけれど、特に意識されてきたことってありますか？ね、そうですね、なんて言うでしょうかね、なんかライフワーク自分たちが一生懸命編み出して自分たちの中から何か作ったっていうよりかは、実際その競争コーチングに行き着いたのは、そのさっき言ったように本当に2人が全然タイプの違う2人が唯一気があったのがそこっていうぐらいで、例えば彼は教育現場で本当に生徒をうまく活かせている先生とか、私だったら組織の中で本当にこうチームをうまくまとめているリーダーっていうのは、実は教育とビジネスで全く分野が違うかなって、そんなことはなくてすごく共通点があったんですよね。で、それが何をしているかというと、まさにこの競争、要は自分だけじゃなく相手だけでもなくお互いの力を掛け合わせていくような、そういう関わりだったり場作りだったりができるっていう、まあ、そういう人っていうのがあったので、なんかライフワークそのものが私たち2人が汗水垂らして作りましたよとかっていうよりかは、どちらかというと本当にいろんな人にこう出会って素晴らしい人がこう何かやってきたことを私たちなりにこう体系化して、こんな素晴らしい人がいたんだよ、こんな考え方がいると私たちも今頑張ってるけど頑張りすぎやってるところだけど他の人でこんな風にやってるよみたいな、なんかこう多分そういう伝え方をしてきたかなっていう感じはしていますね。はあ、でもすごくそういう意味ではものすごくライフワークを生き始めてから、うん、すごくスムーズだったんですね。そうですね、まあ、いろいろその局面局面では大変なことはありましたけど、はい、やっぱりなんかいろんなことが起こるたびに本質に立ち戻るっていうか、自分は何をしたいのか、自分はやっぱり自分の才能を全部出して終わりたいし、この世でその才能を、まあ、自分は引き出されて、やっぱり本当に楽しく人生も変わってきたんで、その支援もしたいし、僕らが行き着くのはもう最終的にそこになりますかね。それこそ最近ジョニーさんは金子処方ウェブメディアの特集で、はい、子どもたちのためにこれからできること、はい、コーチングを生かした関わりで子どもの楽観性を伸ばすという記事も書かれて、はい、これは本当に子育てしている人たちは知りたいっていうタイトルでもあると思うんですけれど、はいはい、それから陽子さんは言いづらいことをさらりと伝える技術という著書に出版されて、はい、お二人それぞれ本当にそれぞれのプロフェッショナルとしての分野でまたその競争コーチングっていうものを幅広く伝えていらっしゃるんですけれども、ちなみに競争コーチングっていうもの自体が日本でも数少ない世界的な資格を取得できるコーチングスクールっていうことなんですよね、はい、そこもちょっと伺いたいんですけれど、はい、はい、まあ、コーチいろんなこう方がね、いろんな才能を発揮してやってるんですけども、いわゆるこう国際的に、そして世界中でも実はそういうことが起こっていて、国際基準でですね、そのコーチングの、コンピテンシーだったりとか倫理基準をまとめようという、まあ、そういう動きがありまして、その、まあ、最高峰の資格が学べるよというスクールをですね、資格を実は持っています。もう立ち上げるからには世界を目指そうなというところで、うんうん、最初から僕ら強みで言うと最上志向というのが2人あるので、ギリは上まで行こうぜみたいな感じで、まあ、狙って出たので、割と一発で、まあ、合格をしたんですけども、うん、はい、まあ、資格を、まあ、もちろん最初から狙っていたっていうのもありますし、やはり私たち自身がコーチングがいいものだっていうふうに思っているので、結構やっぱコーチやってる人ってなんかコーチング結構疑心暗鬼でなんか思いながらコーチやってる人って結構いるんですけれども、やっぱそうじゃなく本当にいいものだっていうそのエビデンスだったり裏付けとして、やはりこう学んでいただく方にもそう思ってもらいたいなっていうのがあったので、まあ、資格を
最初から取ろうと思っていましたね。じゃあぜひお二人にとってのライフワーク、一言で言うとこれだっていうのを教えていただきたいんですけれども、何でしょうか。まあ、先からずっと言っているんですけども、やっぱり人の才能を引き出すことですね。もう人にそれに尽きるし、まあ、自分も才能を本当に出していきたいし、人が才能をこう開花している、こう輝いた瞬間を見るのが本当に大好きで、まあ、そういうことを仕事にできることを今やらせてもらって本当にありがたいなと思ってますね。陽子さんいかがですか。はい、ね、その質問を、ね、一番はなんか答えたいんですけれども、私ずっと実は社長専門コーチとして社長のコーチをしてきてるんですよね。で、なんで社長のコーチをしてきてるかというと、社長ってやっぱすごく自信満々でこうバリバリしてるかっていうと、やっぱそういうわけではなく、日々こう試行錯誤しながら、でもなんとか、自分の組織とかチームのために自分は何ができるかっていうので悩んでいるっていうのがあると個人的に思ってるんですよね。だからそういう人のサポートしていく。なので私のライフワークとしては、そういう何か本当にこう社会とかのこうなんかこう一線の中で頑張ってる人を応援することかなって思っています。それがまたお二人のベースにあるまさに競争でっていうことなんですもんね。はい、共に作っていくっていうことなんですもんね。はいはい、ということで、ご覧の皆さん、そしてお聞きの皆さん、ジョニーさん、陽子さんのライフワークについてもっと知りたいという方は、競争コーチング、共に作ると書く競争コーチングで検索して、ぜひお二人の公式ホームページご覧になってみてください。またこの動画のコメント欄にも詳細な URL アップしておきますので、そちらもチェックしてみてください。また YouTube でご覧の皆さんは、この動画のコメント欄にぜひインタビューの感想もお送りください。では最後に、これからライフワークを行きたいなっていう方たちのために、何かメッセージを頂戴できますでしょうか。はい、僕は先ほどご紹介いただいた記事の楽観性っていうのを書かせてもらったんですけど、楽観性っていうのはただ単にこうな何でもいいやっていうのじゃなくて、なんとかなるさと思いながらも一歩一歩積み上げていく力っていうのが、まあ、楽観性なんですね。本当に今大変な状況に、ね、なっていると思いますけども、まあ、大きく未来に向けてはなんとかなるさという気持ちで、はい、ただやることは一歩ずつ積み上げて、ぜひ皆さんのこのライフワークですね、僕たちもね、頑張っていきたいと思います。一緒に頑張っていきましょうということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回は競争コーチ養成スクールファウンダーの稲垣智人さん、稲垣陽子さんをゲストにお迎えして、ライフワークサロンのインタビューを伺いました。ジョニーさん、陽子さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。